皆さんを支えてくれている家族や多くの方々への感謝の気持ちを忘れず、これから大会までしっかり準備をして出場するからには全国優勝を目指して頑張ってもらいたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。